どうもこんにちは、池田です。本日はですね、伝説のカレー再びということで、お送りしますけども、なぜ伝説のカレー再びなのかと言いますとですね、今ワンダーオール横浜2015年に開業しまして、ちょうど6年目なんですけども、一番最初にですね、実は僕カレーをですね、唯一僕カレーだけは実は僕が仕込んでたことがありまして、今なかなかちょっとご提供できるタイミングがないんですけども、シンプルにですね、7種類の食材を使って作るというカレーをやってまして、僕辛いのダメなんですけど、辛いカレーを作るっていうことをやってまして、本日はちょっとね、こちらをですねリバイバルさせてみます。ぜひご覧ください、どうぞ。はい、ということでですね、こちらワンダーウォール横浜のキッチンなんですけど、先ほど食材用意したものと、あとフライパン、あとこちら、お鍋ですね。換気扇ちょっとつけてもらっていいですか。ちょっとまずオリーブオイルいきますね。この時に結構ね、結構ポイントとして玉ねぎをね、結構いくんですよ。でポイントとしては、しょっぱなにして最大の難所なんですけども、玉ねぎをですね、焦がす手前までかなりですね炒めます。昔なんかはこう、なんかリハーサルの時とかにこれやってる最中に呼ばれたりするわけですよ。リハーサルの時にちょっと音調整してくれるね。で戻ってくると焦げてるみたいな、よくありましたね。懐かしいっすね。これちょっとしばらく置いておきます。その間にですね、トマト缶、当時はですね、うちのシェフがトマトソースから作ってるんで、いろんなスパイス入ったやつを使ってたんですけど、今回はねちょっと在庫がないんで、こちらのトマト缶で、もうまだやるのかみたいな感じですけど、全然まだですね。玉ねぎ20分30分ぐらいもうこのままということで、今玉ねぎをですね、こういった形で炒めてる間にスパイスを調合したいと思います。でなぜスパイスカレーなのかっていうところなんですけど、お店始める前ぐらいに実は僕物件探しててちょっと時間かかってたんで、ちょっと時間あったんですよ。でその時に森田和義さんのタモリさんが昔ジャングルテレビっていうテレビでカレーを作ってて、スパイスだけで作るカレーっていうのを思い出して、これちょっとやったろうということで、その時に本を買って一番簡単なやつをやろうということで、この4種ですね、コリアンダー、ターメリック、カエンペパー、ガラムマサラ、この4種類を調合してやりましょうと。じゃあこうターメリック、これは色付けですね、黄色なんで、これ見てください。これミスターイエロー、難しいなこの作業。はい、あとカエンペーパーですね、こちらの辛みの素です。これはカイカーズめっちゃ入れます。でコリアンダーですね、これ結構入れますから。はい、入れてます。コリアンダーが一番ね割合的に多いんですよ。ガラムマサラは後ほど、ちょっとね時間があるんで、いけないの質問コーナーということで、はい、どうぞ。何か質問ございますか。質問お待ちしてますけども、マイブームツイッター、実は今月でツイッターやって10周年らしいんですよ僕。ただ今まで全然動かしてなくて、普通にイケちゃんで調べてもらえると出てくるんで、ぜひツイッターフォローしてください。本日の一曲っていうのを毎朝上げてますんで、自分のもうその時思いついた曲をね、 YouTube の動画とともに上げてますんで、ぜひ。いい質問だね。カレーです。休みの日はこの前映画見に行きました。ポケットモンスター見に行きました。興味ない。はい、興味ない。いや、これ
いね、もうちょっとかな、もうちょっとする、そんなやるのかみたいな、そこのあなたやるんです。そうですね、あの通常なんかこう飴色みたいなこととか言われるんですけど、僕の場合本当もう焦げてるじゃないかみたいなツッコミは別としてギリギリなんですよ。これね経験値なんですけど、ギリギリなんです。カレーガチで作ってる人とかの意見とかはもうちょっと受け付けないんで、はい、これもあのいけないんです。これぐらいですね、これぐらいでじゃあいきましょう。今日はまあ焦がさなかったです。でこれを炒めたらですね、弱火でいきます。僕は強火です。でここにこいつを入れるかと思いきや、ニンニクと生姜ですね、これをここで香りが出るぐらいまでちょっと一緒に炒めます。懐かしい、これマスクしてるんでね、ちょっと匂いが変わってくるかも心配なんですけども、あ、来てますね。これ結構ね繊細な作業なんですよね。これやっぱあのニンニクとか生姜って焦げやすいんで、こんな感じです。もう美味しそうでしょ、香りだけはね一丁前にします。これね、なかなか動画の世界って香りを伝えられないっていうのはね、これね、こうあらかたもうこんな感じです。もうこれでね、あの今日のカレーの7割5分終わりました。もうここでほぼ味決まりますから、いいですね。よし、ここでトマト缶投入です。グツグツしてきました、グツグツ。じゃあここでちょっと、はい出ました、スパイスたち。でね、こっから結構煮込むんですよ。実はあのスパイスってカレーがちょっと辛さが足んなかったからっつって後で入れたりするじゃないですか、例えば食べる食前とかに。あれほぼ意味ないんですよ。実はスパイスって実を言うと熱を通さないとあまり効果を発揮しないんです。なのでちょっとしばらく煮込みます。はい、投入します。これね、鶏のね胸肉ですね。鶏といえばもも肉の方がイメージ的には強いんですけど、なんでこれ胸肉なのかっていう話なんですけど、僕は個人的に胸肉の方が好きなんです。しばらく煮込みます。ちょっと今途中経過見に来ました。やばくないですかこれ、どうすかこれ、これやばいっすね。もうちょっと煮込みます。ガラパスが入れるの忘れてました。はい、もうしばらく煮込みます。味見します。以上、ニケちゃんの33分間クッキングでした。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。